いつか必ず発生すると昔から言われている南海トラフ地震、発生率は 70% から 80% で、30年以内とかなり前から言われているため、もういつ起こってもおかしくありません。もし南海トラフ地震が起こってしまったら、僕たちの日本はどうなってしまうのでしょうか。今回は南海トラフによって大きな被害を受ける地域とその対策方法を見ていきましょう。こんにちは、ペックです。南海トラフ地震が起こる確率は50年のうちに 90% とか、30年以内に 70% から 80% と言われており、おそらくほぼ確実に発生すると考えられています。でも危険が迫っていると、話や数字だけではいまいちピンとこない人も多いのではないでしょうか。そこで今回は実際に南海トラフが起こったらどうなってしまうのかを地域ごとに見ていきましょう。これを知ればもう他人事でいられなくなるかもしれませんよ。そもそも南海トラフ地震とは、昔から語られている南海トラフ地震ですが、一体どんな地震なんでしょうか。ここでは地震についてざっくり知っておきましょう。南海トラフは日本列島が位置する大陸プレートに海洋プレートやフィリピンプレートが数センチほど沈み込んでいる場所を指します。この沈み込みがエネルギーとなり、ある日跳ね上がった時に大きな地震の原因となるわけですね。南海トラフ地震は過去に何度か発生しており、その理由は一度プレートが跳ね上がっても再び沈みが蓄積されるためだとされています。南海トラフ地震自体は100年から150年周期で繰り返されており、直近では1944年の昭和東南海地震や1946年の昭和南海地震がそれにあたります。徐々に次が近づいているのが分かりますよね。もし南海トラフ地震が発生した場合の経済的損害は1410兆円とも言われ、大きな国難になるのは間違いないでしょう。かなり甚大な被害が予想されています。2、南海トラフ地震が来たら危険な地域。いつか来るとされている南海トラフ地震ですが、実際の被害はどんな感じなのかと気になりますよね。実はすでに県ごとの被害状況は想定されてるんです。あなたの住む地域はどうでしょうか。ここでは被害が特にヤバいとされる地域を内閣府による被害予想から見ていきたいと思います。 2-1 徳島県。まずは四国の徳島県です。もし南海トラフ地震が起こった場合、徳島では震度7、犠牲者31,300人、さらに22,000人もの脱出困難者が出ると言われています。さらに建物は116,400棟が倒壊すると言われているみたいですね。地震発生から最短2分で津波が到達し、津波の高さは最高20メートルにも及ぶという予想もあります。南海トラフ地震は津軽湾から四国沖の広い範囲で同時に発生する場合や、東海側の地震から32時間後に連続して発生したこともあります。様々なパターンがあるため、徳島県は一度地震が収まったからといっても安心できない場所です。もし南海トラフ地震が発生したら、かなりの危険地域であると言えるでしょう。ちなみに徳島県では南海トラフ地震に対する対策が進められており、建物の耐震性アップや家具の転倒防止策はもちろん、津波危険意識を県民に広めたり、避難経路や避難場所の充実を図ることで死者ゼロを目指す取り組みを行っています。 2-2 大阪府。次にヤバいとされる地域は大阪府です。大阪府では最大震度6強、犠牲者7,700人、脱出困難者17,000人、倒壊家屋337,000棟と予想されています。大阪府ではすでに南海トラフ地震に対する想定が行われており、まず大阪城のある上町台から西は浸水すると考えられています。他にも阪急本線重曹駅周辺まではがっつり浸水想定区域に入っていますし、町田から新大阪を結ぶ御堂筋線界隈が津波想定被害の地域とされています。推定では一部を除き、豊中市への津波被害はほとんどないとされ、比較的上流にある吹田市もほぼ浸水しないだろうという予測です。想定では淀川を中心に氾濫や浸水が予想されているため、上流へ逃げれば少なくとも水の被害は防げるかもしれませんね。地震発生から津波到達まで約2時間とされているため、その間に高台に避難するか高いビルに避難しましょう。また大阪ではいざという時のために緊急避難場所として高所ビルの確保を進めています。高い場所とは一般的に3階以上の建物を指すそうなので、一度確認しておくと安心かもしれないですね。 2-3 愛知県。
愛知県では震度7、犠牲者2万3000人、脱出困難者7万1000人、388万棟もの家屋が倒壊すると予想されています。徳島県や大阪府と比較するとかなり多いことがわかりますよね。特にヤバいとされているのは津波被害で、愛知県東部田原市や西尾市で5メートルから10メートルの津波被害が予想されており、豊橋市、刈谷市、東浦町、三河湾の内側などでも津波による大きな被害を受けると考えられています。外界では最短5分後に最大30メートルの津波が到達し、特に海抜0メートルの地域を中心に広範囲で浸水が発生、さらに揺れや液状化によって堤防などが突破されてしまった場合は河川や海岸付近で浸水が始まるとされているので注意が必要です。他にも注意したいのが建物の倒壊です。愛知県の推定震度は7ですが、通常震度6程度で木造の建物は倒壊を始めます。そのため避難経路確保を早めに行った方が良さそうですね。特に渥美半島は幹線道路が少ないため逃げ道に人が集中し困難に巻き込まれる可能性があります。あらかじめいくつかの避難経路を知っておくと安全に逃げられる確率が上がるでしょう。2-4、高知県。南海トラフ地震が高知県を襲った場合、最大震度は7、弱いところでも震度6がやってくると言われています。震度3程度の揺れを長く感じることもあると予想されているため、いかに大きな地震が来るかが分かりますよね。さらに1メートルほどの高い津波が地震発生から早いところで3分で海岸線に到達、一部地域では最大で10メートルの津波が押し寄せてくるとの予想もあります。特に土佐清水市や黒潮町では10分以内に全国で最大とされ約35メートルの津波が発生するとの予想も。これは7階から8階建てのビルに相当します。危険を感じたらすぐに高い山や建物に避難するのが良さそうですね。 2-5、 静岡県。静岡県では最大震度7の地震が襲い、犠牲者は10万9000人、脱出困難者6万5000人、家屋倒壊21万9000棟が被害を受けると予想されています。発生するとされる津波の高さは浜松市南区で 14.8 メートル、沼津市では 13.2 メートルと予想され、最大浸水地域は 6.2 平方キロメートルとされています。駿河湾から御前崎では1854年以降の安政東海地震以降大地震がないことから、その分エネルギーが蓄積されるといった話もあります。もし南海トラフ地震でこれらが一気に爆発した場合、静岡県は大きな被害を受けることはほぼ間違いないと思われます。そのため静岡県では想定される犠牲者を10年間で8割減少させるという目標を掲げ、2兆円以上をかけて地震と津波対策においては全国トップの備えをしています。ちなみに防災訓練への県民参加率は 33% で、木造住宅耐震補強工事への助成も2万2083戸に行っており、いずれも全国1位です。防災意識の高さがうかがえますね。3、南海トラフ地震が来た場合の対策法。もし南海トラフ地震が来たらどんな対策をすればいいのでしょうか。ここでは災害に備え最低限必要なものや行動について見ていきましょう。まず最も必要となるのは水や食べ物でしょう。目安は最低3日分の食料や水、日用品です。一般的に3日分と言われているようですが、大規模な地震が来た場合は1週間分ほどあった方が安心です。いざという時に困らないよう日頃から備蓄をしておくといいですね。また災害が起こった時に確保が難しいとされるのが生活用水です。生活用水が確保できないとトイレやお風呂が使えないなど不便なことが発生します。そのため普段から水道水を溜めたポリタンクや浴槽に水を張っておくといった方法も有名です。さらに災害ではガスが止まってしまう可能性が高いと予想されます。ガスが止まると料理ができないなど不便なことが多いので、カセットコンロを準備しておくと良いでしょう。特にオール電化の家では電力が全滅する可能性があるため注意した方が良さそうですね。ちなみに気象庁では他に普段から家具を固定することや避難経路の把握、感電ブレーカーの設置、建物の耐震化などを推奨しています。他にも机の下に隠れる、壁などの崩れやすいものから離れるなど、どれも昔からある当たり前の方法ですが、いざという時困らないためにも日頃から意識したい点ですね。4、南海トラフ地震で安全な地域は。地震で安全な地域に避難したくなりますよね。ですが世界で起こる地震の 20% は日本で発生しているとされており、日本はまさに地震大国なのです。そのため残念ながら日本中どこでも絶対に安全な地域というものは存在しません。ちなみにあえて過去に地震が起こっていない地域を調べると一応こんな感じです。北海道の道南、十勝地方や釧路、根室地方の太平洋岸を除く地域、
愛知県の太平洋岸を除く内陸、岡山県、香川県、愛媛県北東地域、佐賀県、もちろん今まで地震が起こったことがない、少ないとされる地域であっても、これからも地震が起こらないという保証はどこにもなく、おそらく日本に住んでいる以上、地震から逃れることはかなり難しいと思われます。住んでいる場所に関係なく、ハザードマップなどを見て普段から注意したいですね。ということで、今回は南海トラフ地震が来たら危険な地域や対策について見ていきました。国も具体的な被害を予想しており、もう他人事ではないことがわかりますよね。いざという時に命を守れるよう、さまざまな備えをしていきたいと思います。皆さんはどう感じましたか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは今回の動画を終了します。最後まで見てくださった皆さん、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。次に見てほしい動画は、これ。